こんにちは、トイラボです。今回は2023年6月に発売した新作トミカを見ていきたいと思います。ナンバー26、イスズエルフ、表紙記者。電光掲示板の案内は選択式シールになっています。フロントはバンパー部分のストライプがシールではなく印刷で再現されていて、なかなかいいですね。側面はホワイトのラインに道路維持作業者の文字が印刷されています。電光掲示板のシールは工事中を選んでみました。雰囲気が出ていいですね。アクションはサスペンションと標識昇降となっています。ナンバー50、トヨタ、ノア。フロントはライト部分がシルバーの塗装になっています。グリル部分のブラックが艶ありなので、艶消しの方がリアリティが出たと思います。ボディカラーはレッドマイカメタリックを再現した色になっていて、光の角度にもよりますが、メタリック感が出ていていい色だと思います。リアウィンドウはクリアパーツになっていて、後部からも中を覗くことができるようになっています。アクションはサスペンションとなっています。ナンバー50、トヨタ、ノア、初回特別仕様。初回特別仕様はボディカラーがスパークリングブラックパールクリスタルシャインをイメージした色なのではないかと思います。個人的にはもう少しメタリック感がない方がいいと思います。アクションはサスペンションとなっています。ナンバー140、三菱ふそう、スーパーグレート、ポールトレイラー。
トレーラー部分のボディカラーはブルーとなっています。濃いめのブルーでいい色ですね。荷台には鉄骨をつけてみました。ステアリングドローバーも伸びていて、輸送している雰囲気が出ていると思います。アクションは積載物積み下ろし、ステアリングドローバー伸縮、トレーラー取り外しとなっています。積載物は鉄骨の他にパイプ、ロボットアームがついています。トミカプレミアムナンバー40トヨタ MR2。 通常版のボディカラーはホワイトとなっています。側面から見るとデフォルメされて縮んでいるように見えますが、再現度はなかなかいいと思います。リア部分も塗り分けされていていいですね。マフラーがカシメの関係で切れてしまっているのはちょっと残念です。アクションはサスペンションとリトラクタブルライト開閉となっています。トミカプレミアムナンバー40トヨタ MR2 発売記念仕様。発売記念仕様のボディカラーはレッドになっています。赤もかっこよくていいですね。アクションはサスペンションとリトラクタブルライト開閉となっています。
トミカプレミアムアンリミテッド、ナンバー3、ワイルドスピード、スープラ。フロントライトはクリアパーツ、グリル部分は細かく再現されていて、いいですね。側面のデザインも、再現度高いと思います。ホイールもいい感じですね。かっこいいです。リア部分はウイングの色が違うような気がします。ナンバープレートも再現されているともっと良かったと思います。上から見ると後部の内装がよく見え、ニトロボンベなどがしっかり塗り分けられているのがよく見えます。アクションはサスペンションとルーフ脱着となっています。トミカプレミアムアンリミテッド、ナンバー6、ワイルドスピード、1999、スカイライン、GTR。ボディカラーはブルーで、ワイルドスピードマックスに出ていた車両でしょうか。ホイールはゴールドの6本スポークになっています。ボディカラーと合っていて、かっこいいですね。リアウィングは若干高めな気がしますね。アクションはサスペンションと左右ドア開閉となっています。いかがだったでしょうか。今月は発売車種が多かったですね。標識車はなかなか良かったので、付属のシールは全パターン試してみたいですね。ポールトレイラーは遊んでいて面白いロングトミカだと思います。トミカプレミアム、トミカプレミアムアンリミテッドは想像通り出来が良く、飾って楽しみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。